ははいこんにちは、YouTuber、の正孝です、えー、今回は、えー、モビリティ革命 MARS という本の、えー、書評のまとめをしたいと思います。えー、皆さん、えー、MARS って知ってますかね、えーまあ、こういった略になります。えー、モビリティア t サービス s e、えーまあ、直訳しますと、えー、移動のためのサービスってことですね。 これがどういったものかっていうのを今回は取り扱っていきます。はい、今回はこの2つですね。MARS とは何かというのと MARS に関連する技術。この2つをご紹介していきたいと思います。まず1つ目。MARS とは何か。MARS というと、まあえっと、印象的に持たれると思うのは、まあ、自動運転とかであの、要するにマイカーを持たなくてもよくなるとか、まあ、そういったイメージ。 をされる方が多いいかと思いますでただ、マーズというのは、えーと、マイカー脱却というだけではない、そんな構想のレベルではないということになります。でその可能性というのは、えー、まあ、あらゆるサービスが変わるかもしれないというところになります。でこれを例えで言ってしまいますと、まあ、例えば、えー、と海水浴に旅行に行くとしますで。その際に、当然海への交通とか、まあ、宿泊はもちろんですけども、えー、どの 海の家を選ぶかとかとですねあとは浮き輪を借りるのかとかそういう細かなことをパッケージしてくれるのが MARS になるんですねで。もっと身近なもので言いうと何かスポーツをやりにジムとか体育館とかに行くと思うんですけども、まあ、その時にその自分が使う道具を保管してしたりとか、まあ、スポーツウェアを選択できるサービスっていうのを一括、えー、にしてくれるとそういったことも MARS の一部 になると思ってますでしかもそれらの支払いをパッケージングしてくれて一括、えっと、で支払えば OK と、まあ、そういったことも特徴に上がるのかなというふうに思いますなのでうこういったまあより適したサービスとか組み合わせを提供できる仕組みになるとするとあの今までより全てが低コストになる可能性が高いというところで えまあ僕たちにとってはあのいいこととづくめににななるかいいう,ふうに思いますでこれらがあの当たり前の社会になるとどうなるかといいますと、まあ、より自分に適したマーズが活用できる都市とか住宅とかをまあ選択できるようになるとつまりまあどういったマーズがあるかで、えー、自分の住むところを選ぶというのがまあスタンドードになってもおかしくないのかなというふうに思います。 でそんな素晴らしい MARS なんですけども、まあ、日本だとまだ全然進んでいないです。で日本で MARS 社会を成立させるには、まあ、どうすればいいのかっていうところをお話ししたいと思います。で最も大きな課題になるのがあの各プレイヤー同士の連携が鍵になってきます。で当然ユーザーにとってあの魅力的なサービスになるには各交通機関っていうのがいかに柔軟な組み合わせで え僕たちににいいいユーザーザ体験としててて与えてくれるのかっていうのか,にかかってますで、まあ、公共機関になるまあ鉄道系とかですね、えー、あとはあのファーストワンマイル、ラストワンマイルと言われますけど、あのー、私たちの家からあの電車に乗るまでの期間のですね、そこのバスとかタクシー、ま,あ、またはまあカーシェアとかでのサービス、まあ、これらがより密着に連携しないと成立しません。 でまあ、自動車業界っていうのは結構これマーズ社会に対しては意欲的なんですねあの例えばあのトヨタとソフトバンクが組んで、えー、モネという会社を作ってますねでそれでマーズ社会というのをつ、えー、とに適用した、えー、プロダクトやサービスを作ろうとしているんですけどもさらに最近ですねそこになんとホンダが乗っかってきてますね、えーまあ、トヨタとホンダが組むってことはなかなかないんですけども、まあ それほど回ーずに適用していかないとあのメーカー同士で、えーまあ、戦ってる場合じゃないというところであの非常に深刻に、えー、進めています。でそれに比べて、まあ、バスとかタクシー会社っていうのはあの全然進んでないです。で理由はあの当然カーシェアとか入ってきてしまうと自分たちの業界があの儲からなくなるからですね。でなのでまあ一番あの課題になるところっていうのは、まあ、全ての移動機関ですね。 で、成立するビジネスモデルを模索することが一番重要だと思っています。で、ただこれはですね、あの、おそらく民間だけでは難しいので、えー、国が参入して、まあ、各プレイヤーが協力していくしかないというふうに思っています。はい。えー、続きまして、まあ、ビジネスモデルもそうなんですが、まあ、当然 MARS に関して、えー、まあ、技術ですね。 についても非常に重要な要素になってきますので、えこちらも3つほど、えー、ご紹介したいと思います。でまず1つ目ですね、えー、シェアリングサービスというものです。えーまあ、皆さんも知っているかと思うんですけれども、まあ、Uber とかですね、あとはあの中国の DJ チューンシンというサービスですね。まあ、これらは、まあ、もうすでに海外では、ねまあ、当たり前の交通手段になっています。ですが、 えーまあ、日本だとまだ全然導入されていない状況になります。でまあ当然この廃車アルガリズムっていうのが素晴らしいんですけども、まあ、これがあると、うん、例えばあの使ってない人は分からないかと思うんですけども、えーとまあ、私がここまで行き,行きたいですというふうにアプリに入れておくとそこに一番近いドライバーさんがどういうふうに行けば、えー、一番早く着いて、えーまあ、一番低料金で。 お客さんを乗せることができるのかっていうのを勝手に自動的にアルゴリズムで考えてくれてドライバーとかユーザーが考えなくとも配車をしてくれるとこれがまあ非常に優れているというものになりますでただこの素晴らしいアルゴリズムを使えない日本でなぜ使えないのかというと、えー、まあ日本だとあの既存のタクシー業界を守るためにですねあのかなり厳しい規制がありますでそれで、まあ、Uber の特徴である あの車種が選べるとかですねあと待ち時間が少ないとか、まあ、タクシーより安く済むよっていうのが機能しない状況になりますまあこれはもう本当に優入しきことであのソフトバンクの孫正義さんもまあ通列に批判していたんですけどもあのまあライドシェアを阻害する規制なんてあの僕たち国民にとってはもう何一ついいことがないんですねなのでまあ滑らかなマーズっていうのを成立させる まあ大事なピースとしてシェアリングサービスというのがあるので、まあ、早急に規制緩和というのが求められるのかなというふうに思います。で続いて2つ目ですね、えー、自動運転ということですねでも。もちろん自動運転もマーズに欠かせない要素になりますで。ここで僕は面白いなと思ったんですけども、炎、えー、の中で、えー、とレベル4へ一気にステップさせる方向というのがあって、で自動運転というのがあのレベル分けになっているんですね。 でレベルか今、レベル5っていうのが、どの道でも完全自動運転できるというレベルなんですけども、レベル1、レベル2というのが、いわゆるあの補助運転ですね。高速道路でアクセル踏まなくても済むとか、あとはまあステアリングを握らなくても自動的にちょっとあの補正してくれるとか。テスラののモデル S っていうのが なのでまあ一般的には今レベル2ぐらいまで進んでいるっていう状態ですねでここからがあの問題でレベル3っていうのが、えーとまあ、ある特定の道路、まあ、高速道路みたいなところですねそこで、えーとまあ、基本的には自動運転になるんですが緊急時は人が対応するっていうレベルがレベル3でレベル4が人の えーと補助っていうのはいらなくなるっていうレベルまでいくのがレベル4なんですね。でここで一気にレベル4へやった方がいいよねっていうのが、えー、とこの本に書いかれていた主張でしてでその理由としてはあのレベル4にあのするための技術的な問題よりは、えー、とレベル3の時の,あの人と自動車の切り分けで責任問題っていうのが法的に、まあ、時間がかかってしまうと。 まあ、そこの方が技術的な問題よりあの大きくなってしまうので、もうむしろそこはあのかっ飛ばして、えーと、一気にレベル4まで持ってった方が早いよねっていう話です。で、これは僕も賛成です。あのこちらの方があのシンプルだし、あし、技術的にもレベル4は持っていけるのかなというふうに僕も思っています。で、まあ、こういった動きってあのメーカーにとってもあのメリットがありまして、あの まあ完全自動運転というのができるようになれば、あのー、マーズの方向に進んでいくと、メーカーって基本的には現役減収になってしまうんですよね。理由は、まあ、当然個人が買わなくなってしまうので、当然売れる台数は減っていってしまうと。でなので、だからこそ自動運転をなるべく早く普及させて、新しいマーケットを作り出すと。例えば、あのー なんだろうお店を出そうと思った時に当然あの店舗を建てるために土地を買ってそこに、えー、と店を建ててっていうことをすると思うんですけどもあの自動運転がもし成立す,すればあれば例えばあのもう車の中でしか売らないとで自動運転でどこへでも、えー、と動けるとでな,な,なので動ける あの店舗みたいな感じで、まあ、そういったマーケットというのも、あのー、広がっていくのかなというところで、あのー、そういったところの新しい市場を作るというところでも面白いのかなというふうに思ってます。で、最後3つ目ですね、えー、地図サービスというところですね。えー、皆さん、Google マップって使ってますかね。Google マップを使うと、まあ、当然、目的地までの最適ルートっていうのを提案してくれるんですけども、 ただ、今の状態だと、あの全然まだまだですね、あのー、なんだろう、さまざまな組み合わせとかをさせた柔軟な提案っていうのは、えー、してくれません。で当然、決算機能というのもついてないです。で、世界を見てみると、えー、とここに焼けてますけれども、スケットゴーとかですね、オーストラリアのスケットゴーあとはドイツのヒアというもので、結構ですね、あの自動車からのコネクテッドデータとか、あと各社、 からのオープンデータを参照して、そういったあの組み合わせを考える仕組みというのが注目されているし、実際に実装されています。で、まあ、日本でもドコモがやっているバイクシェアとナビタイムっていうのが実は連携していてやってるんですね。なので、まああのより多くのオープンデータっていうのが利用できる環境が鍵になってくるのかなというふうに思ってます。 で決済はどうするかっていうのもまた難しい課題なんですけども、まあ、これもやっぱり、えー、と国が挙げて、えー、やるべきかなというふうに思ってますやっぱり、あのー、民間だけだと、まあ、そういったところの、えー、と基準というのを決めるのは難しいかなというふうに思ってますので、まあ、あのやっぱりあの国が参入してやっていくのが一番いいのかなというふうに思ってますはい最後まとめになります えとモビリティっていうのはあのー、インターネットがもたらす最大の変化になるのかなというふうに僕は思います。あのー、でやっぱ日本は、まあ、まだまだ課題があるんですけども、えー、日本って実は回ズに適してるんじゃないかなというふうに僕は思っていて、えーとまあ、あの既に屈指の鉄道インフラがあるっていうところとあとはあの小さい島国っていうところは あのやっぱり作りやすいですよねっていうところであの僕は日本はマーズに適しているんじゃないかなと思ってます。で特に期待しているのがマーズが入ってくるとあの今までやっぱり都市部が強かった産業とかのお金の流れがあの地域の経済を潤す方に流れる動きにが強まるっていう可能性を秘めていると思ってます。でまあ、地方の あの地域経済っていうのは、がいかに活性化するかっていうのはあの、日本経済では最大の課題となりますので、あのここが解決するとなると、非常に楽しみかなというふうに思います。で、やっぱ目指すべきは、そのま、世界から見て、その日本の MARS を見習えと言われるような、えー、ロールモデルになれれば、えー、最高かなというふうに僕は思います。はい。えーまあ、というです、ねまあ、ちょっと新しい概念 についてえっ、ー、と学ぶには、まあ、このマーズの本があの最適かなというふうに思いますのでえ、ぜひ興味ある方は読んでみてください。はい、今回は以上になります。えー、これからもですね、えー、僕に刺さった本とかですね、あとは勉強になったなと思ったか本は、えー、随時配信をしていきますので、ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。また、えー、ブログや Twitter も えやっております、えー、こちらも、えー、フォローしていただけると大変大変嬉しいです、えー、よろしくお願いいたしますそれではまた会いましょうでは